長くこの瞬間を待ちわびました。ずいぶん長い時間待たされました。ニュージャパンカップを制し、ザ・レスラー柴田勝頼が IWGP ヘビー級選手権試合に挑みます。超満員の両国から大きな手拍子が巻き起こっています。デビューから18年、一度はこのリングに背を向けました。回り道だったかもしれない、でも後悔はない。誰にも真似のできない18年を胸を張って生き抜いてきました。45年前新日本プロレスが旗を上げたあの時、アントニオ猪木最強のパートナーは柴田勝頼の亡き父柴田勝久さんでした。この人生で変えられなかった宿命が男を支え、そして地球を貸してきた。俺は生まれた時から新日本プロレスだったんだ。新日本のストロングスタイルを信じ続けたザ・レスラーに IWGP は待たれるのか。男の根性を見せますよ、柴田勝頼、37歳、生まれた時から新日本、今が一番強い。タイトル